はい、皆さんこんにちは、まゆです。あんまいい音鳴らなかったかな。はい、今回の話は告知です。はい、まあ今回の、告知なんですけど、単刀直入に言いますと、年末年始プレミア公開をお休みさせていただくんですけども、お休みさせていただいている間、スペシャルな内容を YouTube でお送りさせていただこうかなっていうふうに思います。TikTok の方でドラマを配信させていただきました。死後の世界シリーズですね。はい、その死後の世界シリーズ、約11シーズンあるんですけど、それを一挙、年末年始かけて一挙配信させていただこうかなって思います。配信時間はいつものこのプレミア公開と同じ9時半となっております。で、年末年始の28、29、30、31、1日、2日、3日、4日まで、12月28日から1月4日までの1、2、3、4、5、6、7、8、8日間、まあ約1週間ですね。この約1週間は死後の世界シリーズ毎日配信させていただきます。で、まあ死後の世界シリーズについてなんですけど、まあ私がなんだろう、こうやっぱりいろんな経験、24歳なんですけど、まだ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 だよっていう人はいると思うんだけど、まあ性転換にしかり、まあ、仕事で辛い思いしてたりとか、まあそういうことでね、死を意識してるんです。常にいつ死んでもいいなって私思ってるんで、で、死を意識した時に死後の世界ってどうなってるんだろうって私なりに考えてみた、まあいろいろね、情報も得ていろいろ考えてみた結果、私が具現化したものを、まあ、映像化したみたいな、そんな感じですね。で、この作品は台本は一切ありません。もうカメラをつけたら即興で撮ってて、全てアドリブです。そこをね、考慮した上で、次のセリフ長くねとか、この時噛んでるくねとか思うかもしれないんだけど、それはアドリブで即興だからゆえのことなので許して。で、まあ投稿スケジュールをお知らせしとくと、28日シーズン1、2と出します。28日にシーズン1、2で、29日シーズン3、4で、30日シーズン5、大晦日の31日、大晦日見てくれるかな、大晦日の31日は6、7シーズン6と7で、お正月元旦1日シーズン8で、1月2日シーズン9で、1月3日シーズン10で、とうとう最終シーズンが1月4日に配信で、最終回みたいな感じで配信させていただきます。今ね、一生懸命ね、年末年始に向かって一生懸命その死後の世界シリーズ組み合わせて、まあその間にね、こう CM とか作ったりとか、まあ、エンディングとか、まあいろいろ今作ってる段階なので、年末年始をお楽しみにはい、ということで、年末年始の特別なスペシャルな動画のお知らせでした。マジでね、好評なんですよ、死後の世界シリーズなので、 YouTube でまとめて出すのがとても光栄といいますか、とても楽しみにしてたことなので、皆さんぜひお楽しみにしといてくださいということで、終わります。
死後の世界シリーズ楽しみだなって思う方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ツイッター、インスタグラム、TikTok やってるんでぜひフォローの方よろしくお願いします。概要欄にサブチャンネル載ってます、ぜひ見てみてね。あとボイコネっていうアプリで声劇とか朗読とか配信してます。ぜひ気になった方は見てみてください。じゃあねー。